スポーツ人サッカーアカデミー湘南七夕フィールドネクスト FC。 スポーツ人チャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしております。じゃあ今日は、FC カナロアの須藤代表にお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。で、早速なんですけど、ジュニアユースのチームのことをいろいろお聞きしたいなと思うんですけど、FC 神奈川さん、練習場所とかっていうのはどちらでやられてるんですか？練習場所は、川崎市の、中原区、高津区、宮前区の、小中学校の、施設と、あと等々力第二サッカー場で、平日、主にやっています。あと練習回数とかっていうのは大体週に何回とか、平日が、週3回、でプラス土日、であとそのまま週3回のうちに1日、フィジカルコーチが来る日があって、そこは各カテゴリーを回りながら、フィジカルトレーニングも、その週3の中で、やってます。なるほど。じゃあ専門の方ですね。そうですね、トレーニング。いい環境ですね。遠征とかっていうのは年に何回ぐらいされるとかありますか？そうですね、春に1回、夏に2回、で冬に1回、でちょっとプラスアルファ、入ってくる時はあるんですけど、基本的に年4回、やってるような感じです。ちなみに場所は大体この辺に行くことが多いとかあります？そうですね、千葉とか朝日とかが、夏は時の住みかと、あと U15 が毎年、熊谷の大会に、なかなか強豪チームが集まる大会に参加させていただいております。大体お月謝とかも含めて、年間でこれくらいかなっていうかかる予算も。そうですね、ちょっと年によってちょっと違うんですけど、主にメインにかかる月会費が、16,700円プラス税という形で、あと年会費が約2万円、で、あと保険料が1000円ちょっとぐらい で、あと合宿が年4回あるので、3万円から4万円1回かかるような感じ。大体他のクラブさんとそうですね、あんまり変わらないという感じです。どこのチームさんも。選手の募集の人数とかは各学年何名までとか決めてるんですか？そうですね、基本的に今の中学3年生 U15 までは1チーム分選手取らせていただいてて、今の中2からは2チーム分、フィールドプレーヤー30人、ゴールキーパーが3人なので、それぞれ2チームエントリーしてる、U13 人の U15 人。なので、それぞれの一つのチームで15人プラス、ゴールキーパー1人か2人というような、結構試合経験。そうですね、全員がちゃんと試合で、コーチっていうのは大体何名ぐらいで見られるんですか？そうですね、各カテゴリー、2人ぐらい、全員で基本的にこう見てるような感じなんですけど、正社員の、スタッフが4人、で契約のコーチが2人、フィールドプレーヤーの、であとゴールキーパーコーチが2人、フィジカルコーチが1人、すごい豪華スタッフですね。そうですね、マッチクラブとしては、しっかり、コーチに整えてる方ではないかなとは思います。ちょっと分かんないと思うんですけど、今多分6年生とか結構見られてるんで、今の6年生がその新中1で入るときに、南部リーグスタートするかなっていうところは、目標でもいいので目標ですね。今現在進行形なんですけど、今 U13 が、2チームエントリーしてるんで、1つは2部、リーグで、でもう1つは4部リーグなんです。去年から2チーム分なんで、去年ちょっと昇降額がなかったので、今年度もちょっと4部スタートなんですけど、一応今それぞれ3試合ずつやっていてて、
2部の方は2勝1分け、あ、いいです、はい、で一応4部の方はクリーンシートで、はい、3連勝しているので、あ、まあ、はい、あの順調になるとか、はいはいはい、まあ、目指せ1部3部っていうふうな形で、はい、こう FC 神奈川さんが、まあ、神奈川でこう100数チームある中で、まあ、ここはちょっとこう他のクラブとは違うかなとか、ここはうちの強みだみたいなポイントがあれば教えてもらえれば。FC神奈川っていうこうジュニアユースを運営してる運営会社、はいはい、あの親会社がありまして、はい、そちらの方は株式会社アスリートという、はい、あのまあ、主にスポーツ業務、はい、旅行業を持ってたりだとかっていう会社が運営しているので、はい、まあ、要は、現場のスタッフが、はい、あの経営的なところをだいぶサポートしていただいているので、はい、あの現場のスタッフをより指導にこう、はい、専念できる、はい、なので、まあ、それが結局選手たちにこう、はい、100% こう力を注げられるので、はい、まあ、そういった面であの指導しやすい環境になっていることが選手にこう、はいはい、還元できていたりとかするのかな、はい、そうそう、はい、だいたいこう両方やらざるを、はい、いろんな業務になっているので、サブの運営とか集客どこのコーチたちもそうだと思うんですけど、はい、まあ、そういった意味では、はい、選手に還元できて、まあ、保護者の方もすごくその辺、はい、こう安心してこう、はい、あの預けていただけて、はい、いいかなと、はい、思います。なるほど、まあ、コーチもあの働きやすいですよね。そうですね、はい、集中してやっていける、はい、は、まあ、うちの、 その、募集要項に書いてあるんですけど、はい、40分以内に一応その、はい、いずれかの、 あの、はい、練習会場、まあ、中原区、高津区、宮前区、はい、どこかにこう40分以内にこう通れないと入れませんっていう、はい、はい、設定にしているんですけど、まあ、あくまでそれって考え方で、はい、実際こう横浜の子とか、はい、東京の子でもあの全然通える範囲なので、はい、あの来ている選手もあの数人いるんですけど、はい、まあ、例えばこう、勉強する時間だとか、はい、あとはこう早く帰ってご飯を食べるだとか、はいはい、早く寝るだとか、はい、そういうこう、練習来るちょっと前に勉強してから練習するとか、はい、まあ、そうい う, こうサイクルを、まあ、こう選手たちに、はい、あのもう最初の要項の時点で、はい、あの説明をしながら、なるほど、まあ、それに付随して、まあ、勉強の方も、はい、あのうちのスタッフで英語 の,、はい、あの講師経験がある、はい、スタッフがいて、で今ちょっと、U13 中学1年生対象に、はい、英語のオンラインを、はいはい、まあ、希望者ですけども、はい、させていただいて、はい、はい、で、まあ、勉強の仕方とか、あとまたこうコーチがこう伝えるってことで、あ、はい、あの選手に会いに、はい、多少こう知らん、あの普通の英語の先生が教えてもプレッシャーもあるし、はい、あのそういった意味ですごくあの面白いこう、はい、アプローチができていて、で実際この前中間テストを終わって、はい、一応通ってくれた選手たちのほぼ、はい、ほぼの選手が、はい、一応90点以上っていう、すごいですね、ちゃんと結果を出す、そうですね、一応結果が、はい、まあ、そういった意味であのこう比較的あの勉強とサッカーとこう両立しながら通えてる子も、はい、多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、いいっすね、英語なんかも、まあ、これからの時代を考えると、はい、まあ、サッカーも当然そうですし、はい、サッカー以外でも、まあ、海外で活躍したい子も多いので、はい、まあ、そうやってこう手軽にできるというか、はい、まあ、身近な場所で、はい、で Zoom でとか、そういうのもすごくこう新しい、そうですね、まあ、コロナ禍でもまだまだこう、はい、アイデアというか、はい、まあ、実際通わなくていいので、はい、はあ、そういった意味ではあの時間の有効活用できるというところで、はい、はい、あと他に特徴とかありますか？そうですね、まあ、一番もうこれはチームとして、はい、もう立ち上げ当初からあの本当スタッフで一貫してこう大事にしているというところで、はい、まあ、B チームの選手のこう環境と、はい、いうところで、はい、あの1期生の子たちは1チームエントリーだったんですけども、はい、あの20人程度の子たちになっても、はい、まあ、その子たちが、まあ 3部、2部に上がっていた時に、はい、まあ、どうしてもやっぱりなかなか2部になる、はい、こう試合出場機会というのが、はい、どうしてもこう、5人ぐらい、はい、どうしてもちょっと出場機会が、はい、あの少ししかない選手がいたりする、
してきてしまうことが想定されたので、はい、あのその時から、はい、あの2チーム、はい、出しをさせていただいて、はい、まあ、それぞれの学年30人ぐらいになってますけど、はい、まあ、それぞれに、フィールド15、はい、キーパーが3人なので1人か2人みたいな、はい、形で、あの、まあ、基本的に全員がこう指導を、はい、しながらこう上を目指していくっていう、こう、はい、形を取らせていただいて、はいはい、で今の U13 も僕一応メインで、はいはい、担当してるんですけど、はい、あの実はファーストステージ、あのセカンドチームも B チームも担当してるんです。なるほど、はい、まあ、そういった意味でこう選手たちにこう、まあ、もちろん入れ替えもしながら、ね、はいはい、はい、あの全員のモチベーションを上げながらというところでやっているので、はい、あの多分他のチームに比べて、はい、圧倒的に、辞める選手が少ないんじゃないかなというふうに、はい、はい、そうですね、環境的にはなんか地にこだえながらみんなこう、そうですね、試合に機会があるっていうのは、はい、多分選手にとっては一番モチベーションになるかなと思うんで、なるほど、いいっすね。ちなみに神戸 FC 神奈川さんは、はい、大体どの辺の子たちがこうエリア的には多いんですか？そうです、主にもうほぼ8割、はい、あの、まあ、9割近いですけども、はい、川崎の地域で、あ、はい、まあ、中原区、高津区、はい、宮前区の子たちがメインですけども、あ、はい、まあ、あのそれ以外の区とか、はい、横浜の子とか、あ、はい、あの最近は東京の子も、はいはい、普通に来ていただいてる、はい、結構皆さんはですか、こうグラウンドまでは自転車でみたいな。そうですね、もうほぼ8割ぐらいの選手は自転車で、はい、はい、通ってたりとか、まあ、自転車で来る子とかはこうどういう風に来るか、最寄り駅まで行ったり。そうですね、まあ、バスと、あの歩いて行きたりとか、まあ、本当に溝の口からバスだとか、はい、溝の口から歩いて行けるグラウンドとかっていう感じなので、あ、な、はい、まあ、基本的にこう溝の口を中心というか、はい、フィールドレースは比較的にこうアクセスが、はい、通いやすい。情報を配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。